久保さん、ドカベンにしましょうか。ドカベンの山岡哲司。俺たちはまだ人生18年だ。苦しいとか辛いなんていう柄じゃないんだなと。<laughs> なかなかいいセリフですね。俺たちはまだ人生18年だと。はい、僕はもう40年ですけどね。<laughs> 40年経ったらどうなのかな辛いとか苦しいとか言う,う柄でになって、どの年代になると苦しいとか辛いとか言える柄なのかなまあでもね、そういうこと言いたいわけじゃないと思うんですよね。うーん。なんかその、なんか、今見てるのは、あの、大きくないよと、小さいよと、スケール的に。だからその物の見方というか、うーん。だ例えばその、 僕は40年生きてるけどもお、じゃあそのなんか辛いこととか苦しいことがあった時に、じゃあそのコマって40年続いたっていう。多分40年続いてる苦しみとか辛さってあんまないと思うんですよ。そのい今の苦しみっていうのはね、今出た苦しみ。だ上司に怒られたっていうその一コマじゃないですか。で40年からするとその一コマでしかないっていうね。うなん。 これはまあ18年しか生きてない状態でその物事なんですかね18年の中で今めっちゃ練習つらいけれどもいや18年しかないよっていう見方ですよねじゃあこれが年齢が変わった場合じゃあそのつらいこと40年の中のこのちっちゃい人コマだよとだから逆説になるのかなこれはうんだからまあこの山岡哲司さんのねこの 言葉あドカベの言葉を言いよ僕の言葉に言い,言い返すならば苦しいとかつらいなんていうのは40年の中の今のこの一部しかないみたいな話ですよね、うん、40年生きて,きて今の苦しみだったりとか今のあ,あれば40年のほんのい1コマだよみたいな話ですよね、うん ただからね、どういうふうに物事をこう解釈していくかによって展開が全然変わってくるので、だからその、アニメに出てくるカイジだったりとか、兵頭会長だったりとか、利根川とかね、まあ、それも受け取り方、展開の仕方によっても全然学びになるし、うんまあ、久保さんがこれ言ってたこの、これ誰でしたっけ、これ。これは僕知らないですけどね。これ。あ,ぶあの、草野球のこの、なんかこ,これは僕見た、知らないんですけど。 野球っていうワードが出てたんで、ドカ弁は、あの、名前で聞いたことありますんで、ね、ドカ弁にしときました。<laughs> <laughs> はい。いってらっしゃい。